同じ？違う？今回も似たような姿形だけど名前が違うから別種？似ていない姿形だけど実は同種？という生物たちをご紹介したいと思います。ミーアキャットとプレーリードッグ。似たような姿だけどキャットとドッグ？猫や犬の仲間なのでしょうか？そもそも猫と犬は違う種なのに。まずはミーアキャットを見てみましょう。ミーアキャットは哺乳綱、食肉目、マングース科、スリカータ族に分類される食肉類です。本種のみでスリカータ族を構成しており、別名はスリカータ。スリカータは南アフリカでの呼称に由来しています。ミーアキャットは生息地のアフリカアンス語でシロアリのマングースを意味していて、本種がアリ塚の上で直立したりシロアリも食べることが由来と考えられています。以前はワメイがスリカータとされていましたが、2018年の日本哺乳類学会が発表した標準ワメイでは、動物園などの展示施設で定着している名称であるミーアキャットが採用されました。キャットとキャットが発音的に似ているので文字にするとキャットとなりますが、猫のキャットとは異なるものになります。ミーアキャットはアフリカ大陸の南部の石や岩の多い荒れ地やサバンナに生息しています。ペアもしくは家族群で生活し、複数の家族群が一緒に生活することもあります。太陽に向かって尾を支えにして直立し、体を温める習性を持ちます。食性は昆虫、クモ、サソリ、多足類、爬虫類、鳥類、小型哺乳類、植物の茎、根、果実など多岐にわたります。長く柔らかい体毛で覆われており、腹面はまばらに短い体毛で覆われています。背面は横滑色や背滑色や背白色で、暗滑色の横じまが入ります。顔や喉は灰白色、目の周囲や耳は黒、尾の先端は黒くなっています。四肢は細く、四肢の本数は4本です。前肢の爪は長く 1.5cm 程度となり、後肢の爪の2倍以上の長さに達します。というわけでミーアキャットはマングースの仲間でした。ではプレーリードッグはどうなんでしょう？プレーリードッグは哺乳綱、げっ歯目、リス科、プレーリードッグ族の動物の総称です。プレーリードッグは英語で草原の犬を意味しています。ドッグとついていますが、リスやネズミの仲間なんです。ではなぜドッグなんでしょう？実は警戒時に発するキャンキャンという犬のような鳴き声に由来しているのです。これまた紛らわしいですね。プレーリードッグは北米の草原地帯に穴を掘って巣穴を作り、群れで生活しています。基本的には草食で、植物の茎や根、種や木の実などを食べます。主食はカロリーが低く繊維質の多いイネ科の牧草で、付着した土や虫なども同時に食べることでミネラルの補給をしています。毛色はおおむね淡い茶色です。四肢の本数は前肢には4本、後肢には3本です。巣穴の入り口周辺に土を盛り上げたマウントと呼ばれる見張り台を作り、保証のように立って見張りをする習性があります。天敵が近づくと犬のような鳴き声を発して仲間に警告します。最後にミーアキャットとプレーリードッグを比較してみましょう。ミーアキャットは食肉目、マングース科、スリカータ族で、生息地は南アフリカ南部の荒れ地やサバンナ。食性は雑食、体毛は横滑色や背滑色や背白色、四肢は4本ずつ。プレーリードッグはげっ歯目、リス科、プレーリードッグ族で、生息地は北米の草原地帯。食性は草食、体毛は淡い茶色、前肢は4本、後肢は3本。やはり並べてみると違いがよくわかりますね。それでは
次の生物を見てみましょう。イノシシとブタ。イノシシはクジラグーテイ目イノシシ科の動物の一種です。元来はアジアやヨーロッパなどを中心に生息していましたが、現在では爆発的に生息域を広げることになりました。これについては後でまた触れたいと思います。生息域は低山帯から A1 にかけての雑草が繁茂する森林から草原で、特に身を隠せる藪や水場が近い場所を好みます。ダニ等の外部寄生虫を落としたり、体温を調節したりするために浴デイ浴、水浴を行います。デイ浴、水浴後には体を木にこすりつける行動もたびたび観察されています。特にイノシシがデイ浴を行う場所はヌタバと呼ばれていて、イノシシが横になり転がりながら全身に泥を塗る様子から、苦しみあがくという意味のヌタ打ち回る、ヌタ打ち回るという言葉が生まれました。植生は基本的に山林に生えている植物の根や地下茎、果実、どんぐりなど、タケノコ、キノコなどを食べます。草食に非常に偏った雑食性植物質帯動物質はおよそ9対1です。では豚とイノシシは関係あるのでしょうか。豚はクジラグーテイ目イノシシ科の動物で、イノシシを家畜化したもので主に食用豚肉とされます。そうなんです、豚はイノシシの足というわけです。豚は雑食で入手可能なものに合わせて食事を調整します。イノシシと同様に途中の虫や植物の根、球根を掘り返して食べるため、他の家畜と違って硬い鼻先と強大な背筋を備えています。社交性があり、広大な土地で軍師される放牧豚は祖母、母、子などの母系集団で20から30ヘクタールもの範囲で行動し、オス豚は生後1年ほどで群れから離れ、小さなオスグループを作って行動したり単独行動したりします。知能が高く、類人猿、イルカ、ゾウ、カササギ、ヨウムに加えて豚も鏡の存在を認知できる共栄認知が確認された数少ない動物です。遊び好きな動物であり、追いかけっこのような社交遊びからボール運びなどの物遊びまで複雑な遊びに従事することが示されています。さてイノシシの説明の際の生息域に関してですが、人間によってイノシシまたはその家畜化された豚が再野生化したものがアメリカ大陸やオーストラリア大陸などにも放され、爆発的に生息域を広げることになりました。またイノシシと豚の混血をイノブタと呼びますが、イノブタもまた野生化して合わせて生息域を広げている要因となっています。最後にイノシシと豚を比較してみましょう。イノシシはクジラグーテイ目イノシシ科で、生息地はアジアやヨーロッパから世界各地、食性は草食メインの雑食。豚はクジラグーテイ目イノシシ科で、生息地は家畜、食性は雑食。やはり並べてみても違いがあまりありませんね。ちょっと語ることが少なかったので、もう一つ情報を。ハイブリッドの語源を知っていますか。イノブタを意味するラテン語のヒュブリダはハイブリッドの語源で、ハイブリッドは競技のイノブタから転じて交技の交雑種、ハイブリッドまたは雑種を指し、生物学、生理学的な種内雑種から主観雑種まで広い範囲が含まれるようになったのです。さらにハイブリッドという言葉、概念はもともとは生命のあるものに関する言葉、概念でしたが、それが比喩的に人工の製作物等にも転用されるようになったのです。いかがだったでしょうか。今回紹介した生物以外にも、実は同種であったり全く違う種であったりする生物もいるので、またご紹介できればと思います。